二人でやるしかないね。分かってるよ。がっかりしてるの？まあ少しだけ、ね。よう、パナム、しばらくいるの？いや、すぐに出る。また今度ね。パナムか。そいつは新入りかい？ソウルには報告した？あんたには関係ないでしょ。ちょっと手伝って。中身は何？後でのお頼み。これで全部だ。出発しよう。ソウルと話はついたのか？戻ってくるんだな。後で寄ってきなよ。また今度にさせて、エリー。じゃあ行ってくる。はいはい、さっさと行けって。たまには連絡しろよ。こいつを頼んだぜ、ビー。トランクに入れて。オッケー、じゃあ乗って。ミッチとスコーピオンはいいやつらね。最高のダチだよ。もし私があいつらの立場にいたら同じようにキャンプに残ってた。ソウルはさておき、クランが優先だからね。私はもう部外者だけど。あんたをまだ仲間の一人として扱って気にかけてた。そういうあんたは誰かいないの？残念ながらいない。そう。あの二人は元軍人？スコーピオンとミッチ？うん、元パンツァーボーイズ。前の戦争にも参加してた。ってことはあの巨大な輸送機を操縦してたの？スコーピオンがね。ミッチは警護担当。最高の戦闘用インプラントと最悪の悪夢を持ち帰ってきた。ロッキーリッチってどんなとこなの？周りに何もない過疎地で、かつていた住民もナイトシティに移るか、とにかく逃げ出したって聞いてるけど。なら付け足すことはほとんどない。本当は州をまたぐハイウェイが開通されるはずだったんだ。新しい住民が来ることを期待してね。もちろん実現しなかったけど。こういうゴーストタウンはいくつくらいあるの？アメリカ全土で数千だよ。こないだ I-85 線を走ってたんだけど、日が暮れて辺りが静かになってから車を止めるとさ、聞こえてくるんだ。何が？板で塞がれた窓を風が吹き抜ける音。丸まった枯れ草が乾いた砂地を転がる音が。街はそうやって死ぬんだ。派手な音を立てることもなく、すすり泣きながら。権力を持ってる人間が嫌いなのね。は？ローグにソウル。ソウルはあんたたちのリーダー？あいつらのだ。鉢合わせする前に出発したがってた。ソウルの方が私に会いたくないはずだよ。何があったの？私たちはソウルのアルデカルドスの再生を約束したからカリフォルニアに来たんだ。一からやり直すために。あんたも見たでしょ。結局得たのは数えるほどのテントと乾いた砂の山。とんだ約束の地だよ。私は変革を求めてた。でもソウルは何も変えようとしない臆病者だ。あいつがいる限りクランに未来はない。よし、着いたよ。
何をすればいい？ラフェンを迎え撃つ準備だ。時間がないから即興で工夫をしないと。まずは偵察をしよう。使えそうなものを探す。ロッキーリッジは完全に廃墟ね。設備はどれも動かなくなってる。どう？何か見つかった？無理よ。設備はどれも動いてない。なら動かせばいい。ラフェンが来るのは日が落ちてからだ。それまでにサプライズを用意しよう。まずは電力が必要だね。変電所を調べてみよう。了解。ブレーカーがあった。でも電力が来てない。それなら大丈夫。やつらを驚かせてやろう。奴らが来たら屋根の配電盤を操作して一斉に明かりを灯してやるの。わかった？本気？交差点の照明をつけるだけ？それでうまくいくとは思えない。まず奴らが何人で来るかわからない。でもおそらく大人数だ。それと私の車を奪い返すには連中の隙をつく必要がある。光のショーで注意を引くってわけね。そう、錆びれたこの町を活気づけてやるんだよ。明かりがつけば連中は不審に思って辺りを調べ始める。いい作戦ね。でしょ。でもまずは下の端末を起動しないと屋根の配電盤が使えない。車が必要ね。バッテリーでブーストすれば起動するはず。変電所のところで待ってて。車を回してくるから。
制御パネルはまだ使えそうだ。動力源にバイパス回路をつないでみる。動かしさえできればこっちのもんよ。トランクにブースターケーブルがあるから車のバッテリーとつないで。赤いケーブルをつないだ。ちょっと待って、こっちがまだなんだ。よし、じゃあ黒いのもつないで。ご苦労さん、オンボロが役に立ってくれた。これでよし、中の端末を起動して建物内の電力が復旧したら屋根に上がるんだ。わかった。私はタワーの上に行く。これで交差点全体を掌握できる。こっちから合図したらブレーカーを入れて。わかった。了解。誰も弁償しろなんて言わないから。スイッチギアに電力が来た。よし、奴らが交差点に来たら本番開始だ。配置につこう。あとは待つだけね。いい？電柱が来たら電力を送るんだ。ラフェンの奴らはどっちから来るの？北東、未完成のフリーウェイを通ってくるはず。援護は任せていいのよね？もちろん。私の総トンで見える。見えてるから落ち着いて。いよいよ本番だよ。連中に見つからないようにね。トラブルが起きたら私が狙撃で援護する。 OK？ 分かった。
おしゃれね。車が先よ、私が移動させる。しょうがないか。じゃあ町の境界線の北側で傷一つでもつけてみな。許さないからね。じゃあ後で。どいて、私が運転する。
何もたもたしてんの。分かったって、運転はプロに任せる。ただいま。どう？なかなかのマシーンでしょ。いい車ね。取り戻したかった気持ちもわかる。もはや私の一部よ。ほらね、ミチとスコーピオンがいなくてもやれたじゃない。気を抜かないで、まだ終わってない。なんで？ブツも車も取り戻したのに。ナッシュがまだだ。あのクズ野郎、ロッキーリッチに現れなかった。パナム、聞いて、考えがある。ダメよ、目的の車と商品は取り戻した。シックスストリートが連絡を待ってるし。いいから、私は話を聞いてよ。奴らのアジトを知ってるんだ。近くにあるフリーウェイを通れば着く。私たちが来るなんて夢にも思ってない。ナッシュに報復するなんて聞いてない。それはあいつがロッキーリッチに来ると思ってたから。でも来なかった。アジトにいる保証もない。絶対にいるって。あのクソ野郎は私を裏切ったんだ。ミスミス逃がすわけにはいかない。なんで分かってくれないの。分かった。で、そのアジトはどこなの。すぐ近くだよ。ありがとう。ナッシュのことは信頼してたんだ。アルデカルドスを離れてナイトシティに来てから最初に組んだ相手だった。だからこそ。パナム、気持ちはわかる。私も同じように裏切られたことがあるから。復讐はしたの。する暇もなく別の奴に先を越された。でも過去に戻れたら自分で型をつけるでしょ。ナイトシティで学んだことがあるとすれば、しがいのない復讐だってあるってことよ。得るものより失うものの方が多い。ナイトシティの流儀は私に通用しない。準備はいい？蹴りをつけましょう。まあね。ローグ。バナム、あんた言ってたよね、人のせいにしないで自分のケツは自分で拭けって。ナッシュは片付けたよ。これで満足？シックスストリートの商品は？そうだね、どうしてもって言うなら私が届けてやってもいいけど。じゃないと困るんでしょ。別に困らないよ。私の取り分なら前払いで受け取り済みだ。それと復讐も結構だが、受けた仕事は最後までやり遂げるべきだと思うがね。で、気は晴れた？多少はね。もう行きましょう。冷てえ女だな。随分と偉そうになったもんだ。昔は優しかったって言いたいの？それはない。
だがあいつも逆の立場を味わったことがある。ボズ、商品を手に入れた。違う、嘘じゃないって。サンセットモーテルで会おう。わかってる、必ず行くから。よし、約束は取り付けた。ヘルマンの件は取引の後、それでいい？シックスストリートは信用できるの？連中とは何回も仕事をしてるけど、トラブったことはない。ビジネスを優先してくれるはず。サンセットモーテルってのは？安全な場所だよ。ここからそう遠くない。オーケー、わかった。もう来てる。私が話すから。揉めそう？いや、大丈夫だと思う。ボズ。よう、パナム。ナッシュはどうした？電話に出ねえんだ。電話するだけ時間の無駄だと思うけど。相変わらずだな。こいつはなんだ、おまけの品か？仕事仲間よ。流行りのファッションみたいに相棒を変えるんだな。ほら、どれも一級品だよ。おい、問題なさそう？口座を確認しな。数分後にはいい感じに潤ってるはずだ。どうも。でも報酬をくれるのはローグでしょう。チップだよ。ご苦労だったな。行くぞ。うまくいったね。よし、とりあえず飲もうか。ラフェンも始末したし、シックスストリートも大満足。いい一日ね。今日はまだ終わってない。私を怒らせるチャンスは残ってる。ノア、ダメ。よう、さっきの連中とはどういう関係だ？当ててみなよ。あんたはうまくやってる？あの連中はまだ来てるの？ラフェンか？いや、今んとこ静かだ。そのうち来るだろうが、幸いトラブルには慣れてるからな。で、注文は？ブローセフ、2つ。で、連中に渡した商品は何だったの？チラ見しなかったんだ。バロペリドール、サイバーサイコシスの薬。売れるの？もちろん。闇クリニックやリバーがお得意さんってわけ。乾杯。私たちの未来に。私たちの未来に。おかわりお願い。ありがとう、ノア。はいよ。他にも必要なものがあったらいいな。ラフェンとは全て肩がついたの？いや、ゴキブリみたいな連中だからね。また湧いてくるよ。
でもひとまずは大丈夫でしょう。体勢を立て直すのにしばらくかかるはず。アルデカルドスに戻る気はあるの？今すぐじゃないにしてもいつかは。さあね、私にはアルデカルドス以外に頼れる仲間がいない。グランは私の存在意義そのものだったけど。だったけど、私個人のアイデンティティは、街にいれば私は変われるのかな。B、ローグとも一からやり直せると思う？あんたはすでに十分期待されてる。きっとうまくいく。それじゃあ私の番ね。ヘルマンを確保する作戦は？一つアイディアがあるけど、まだ叩き台だからもう少し詰めないといけない。詳細はそれから伝える。今日はここで2部屋取って近くに留まるのがいいと思う。結構は闇に紛れられるよう真夜中にしよう。どう？いい考えね。そうしましょう。それじゃあ決まり。ノア、部屋を2つお願い。一晩でいい。私は一眠りする。また後でね。